進行が綺麗でね、負けてもなんかスッキリするんだよね、俺。あー、やられちゃったなーって感じで。ちゃんとスッキリする。いやもう、初日のグレランからそうよ、結構。もうね、決定票打っちゃおう、みんな。鳴らしでこの人にね、3票目投じますとかさ、結構やっぱするけどさ。もうみんな、決定票打っちゃおう。ほんとに。一戦目の俺みたいにね、もう起死回避とかも聞かずに決定票打つし、二戦目ももう独断で進行決めるし、三戦目も決定票打つし、標準って分かったらね、いや、議論中に言うかどうかはね、タイミングやんな。タイミング。本当に。早い段階で言ってしまうと、狼にね、気づかせてしまうっていうデメリットもあるので、どのタイミングで言うのかってのはすごく大事。強靭だと思った時に。これ今自分が推理を、狼にバレようとも推理を発表して、自分が白くならなきゃいけない時とかは出さなきゃいけないし、うん、そのね、その見極めはね、すごく大事かもしれないね。俺が確定霊能の時さ、例えばさ、占い真偽自分の中ではついてても口に出さないし、グレーでこの人怪しいっていう人がいてもさ、口に出さないじゃん、俺。隠しろ役職の時って。なぜなら、自分が死んだ後その人が村人だった時にストレスがかかってやりづらくなるし、他の人も、その塩梅がね、かかって、バイアスかかって精査してしまうから、梅健が言ってたしなっていうので、人外が口実つけれるところにもなるんで。まあ、言わないと思うんですよ、僕基本的にあんまり。珍しく言ったんですよ。慎太郎さん人外だけは結構自信あったんで、隠しろでね、死ぬの確定してるから、グレーの情報あんまり落としたくないなと思ったんだけど、珍しくなんか自信あったから、慎太郎さんのとこだけは。どう見てもこれグレー見たら、筆頭は慎太郎さん以外おらんよなと思ったから。あ、絶対釣ってくれはね、ちょっと難しいね。絶対釣ってくるはね、言うときあるよ。隠しろ役職で。この進行取ったからには、この人絶対に明日釣ってくださいって。言うときはあるよ。言うときはあるけど、今回はね、その盤面ではなかったかな。自分、俺一人がもう、独自の考察で怪しいと思ってるだけだったから。絶対釣ってくるはね、独裁政権になっちゃうね。さすがに。村で決めた進行通り辿って、この進行辿ったなら、明日は絶対この人を釣ってねっていうときはあるけど。それは俺の独自の判断じゃなくて、もう村民意でみんなで決めたことだから。いや、隠しろがね、言うとね、バイアスかかるよ。かかるかかる。絶対にかかる。少なくとも俺はかかっちゃう。間違いなく人間の人が俺にない何かを拾ってるんだなとか。もちろん同じ人間だからね、一村人として考えたら推理が間違ってる合ってるはあるんだけど、霊能者ってストレスフリーで見えるから、俺たちって、例えばさ、2戦目のスナパイさんとかってさ、俺とやり合ってるから俺もどうしてもちょっと黒く見えてしまうじゃん。けどあれ、足してんのさ、霊能者のタケルさんから見たら、梅毛の言ってることもわかるけどスナパイさんのやつが白かったって、やっぱ、第三者の平等な目線を持った人が精査してると、やっぱ、どっちともなんかよく見えたりもしたりするし、そういうね、目でね、見えちゃうのよね、隠しろの人って。だから意見はね、鵜呑みにするべきではなくて、参考にするべき。と、これはもう俺の持論。指定はね、入れるのは怖いよ、もちろん。だって指定入れて、ね、外して負けたら指定した人の責任みたいになるじゃん。怖いのよ。けどね、人狼ゲーム、誰しもが順番で責任がある、立場には回ってくるから、役職で。霊能者だったり、騎士だったり、隠し城になったりで。人狼ゲームずっとやってたら、誰しもね、絶対に責任を取らなきゃいけない立場に回ってくるから、そこから逃げちゃダメなんだよ。そこから逃げてたら絶対に人狼うまくなんない。絶対にうまくなんない。絶対にうまくなんないし、人狼ゲームの、人狼ゲームというゲームで責任も取れない奴は、世に出て責任なんて取れない。世の中はゲームじゃねえんだ。人狼ゲームで責任取れない奴が世の中で責任取れるわけがない。責任から逃げるな。早く買った車納車されないかな。
あと2ヶ月半。もう待ち遠しい。ケイスケとかそこめちゃくちゃ分かってるよね。うん。やっぱその辺一番理解してるのケイスケかもしれない。確かに。指定しなきゃいけないのかとか。そういうとこの、責任っていうところ、人狼ゲームの責任っていうところでね、理解してるのは一番ケイスケかもしれない。みんなもね、言ったらね、ああ、そっか、指定しなきゃいけないのか、じゃあ指定するかって、みんなね、言ったらすぐ分かってくれると思うんだけど、それを自分で率先して、動けるかっていうところはね、かなり大事だね。グレーでいつも言うもんな。今日指定しなきゃダメな日だよ。いつも言う。絶対に指定しなきゃダメな日だよ。ああ、旅地もそうね。旅地もそうね。旅地も指定するね。あ、芝犬も指定するね。うん。旅地芝犬。あの辺はね、指定するね。うん。柏も指定するね。やっぱ名古屋勢は結構ちゃんと、梅犬の血引いてるわ。名古屋勢結構やっぱちゃんと梅犬の血引いてる。さすがです。さすがですね。カラスマはね、理解しているけど口に出さない。カラスマは、投票が始まって、今日は指定しなきゃいけない日だったんだけど、指定が入れなかったので、とか言い出すから。結構ね、カラスマはね、他人譲りなところはある。まあ他の人が指定って言わないなら、まあ流れに身任せるかっていうところはカラスマはね、ちょっとだけあるね。ちゃんと指定は理解してるんだけどね。指定は理解してるけど。んじゃ、バロ、やってきまーす。お願いします。